始まりました。ジェラードンのニューラジオよっ。お願いします。お願いします。大宮の楽屋でお送りしております。はい、これからね、大宮セブンライブの前に、ね、楽屋でちょっとね、ニューラジオをお送りしようと思っております。いやもう1週間経ちましたからね。毎週毎週思うけど、先々週も多分、ここで、ここでやりまして、その時も、まあね、ゲストの方が、まあゲストというかね、まあ、たまたまこの場にいてくださった方がいて、その時と、その方が、そうね、2週間前と、今、状況が変わってるからね。状況が変わりまして、今もここにいるっていう、なんだろう、パンツデカオさんだっけ、その人。あ、そうです、パンツデカオさんです。そうだよね。あの、脳みそうさんと、すごい切磋琢磨して上り詰めたパンツデカオさんなんですよ。違うよ。違うよ。ですよ。いまだにね、その、まあもう今もう多分多忙だろうけど、それでもね、はい、ちゃんと今まで通りのパンツデカオスタイルで、ね、調子こくこともなく、そうなんですよ。M1 王者、マジカルラブリーの村上さんが今、ここに、ね、いらっしゃるんですけども、みんなありがとうね。調子こくないマジで。村上さんじゃないと思っちゃうかもしれない。なんかその感じだと。パンツちっちゃいと思ってるでしょみんな。でかいんだよね。変なピン芸人のつかみみたいですよ。M1 の漫才中もちゃんとでかいパンツ入ってたと思うんです。でかかった。裾から出てたでしょ、ズボンで。出てた。もうズボンじゃないですか、それ。なんでそれいじられないんだよ、M1 で。あれ、毎年な、村上くんのパンツで花見してるの。広げて。パンツの花見。誰かしらじゃあ、たま見てる人じゃん。普通にズボン脱いで、そのパンツの、その…パンツ広げたらもうみんな座れるようになるから5人まで行ってたな。うん、行けた。じゃあフルチンでやってるってことですか、その時は。違う、もうなん、履いた状態でもう裾とかがもうすごい高いからそれ、座ったらそこ広がるから。すいません、これ、ジェラードのニューラジオだから。パンツデカオのパンツデカオのニューラジオじゃない。パンツデカオのニューラジオ。ニューラジオゼロじゃないから。デカオの花見の話はいいのよ。ちょっと上登ってそれもういいって。あ、モンガみたいに帰るからね。タワちゃんみたいなことすんな。ジャングルのタワちゃん。いや、せっかく今日楽屋にもね、いっぱいいろんな方いらっしゃいますけど、こんな中撮らせてもらって。いや、だからもうやっぱチャンピオン参戦とか書いたらもう視聴率伸びるだろ。確かに。やばい。スマブラ的なね、ニューキャラクター参戦ってなったらもうめっちゃバズるから。ちょっとそれよくわかんないんだけど。もう、いや、西本わかるでしょ。だからあの新キャラが登場するときでしょ。そうそう。わかるよ、わかるよ。それを村上さんがスマブラみたいにこう登場するってこと。その参戦、チャンピオン参戦っていう表現で、いや、こういう表現だろうなっていう。そういうことか。ああ、やばいやばい。ちょっとこれはね、すみません、あの、いろんな方がいらっしゃいますので。だから、いや、あんまこういうとこでニューラジオ撮るもんじゃないのよ。いや、珍しい。いや、振ったからじゃない。すみません、邪魔しないようにしてください。ごめんなさい、ジェラードンファンの方、すみません、もう邪魔しません。いやいや、もう本当に全然大丈夫です。いつでも入ってきてください。あいつ黙らせろよ。あいつじゃないよ。あの人を黙らせろ。ウェイっていう声なしね。反応しちゃうから。七曲がり森下さんが。こっちが振らなくても反応、もうなんか自発的に出ちゃう可能性も。緊張したら出るらしい。あ、そうなんです。で、そのねって言ってたら、はい、あ、今日 M1 のネタ書けるのかなとか。すみません。あ、そういうことなんだ。わかりやすい。でも出番終わりにも出てる時ありますよ。まあリラックスしても出る。だからリラックスする時は、
あ、そうだ。優しい。すみません。張り具合が違う。そう。説明が足らないですよね、多分。あ、ね。確かに。七曲りの森下さんです。はい。確かに。癖がちょっとあるね。ライブ終わりの時は優しいですもんね、確かに。パンモーとか。ああ。だから森下さんと リトル森下がいるんですよね。いや、リトルはまた別件。関係ない。別件なんかい。そう。でも、たまに。ビジネス的なのもやってあげる時もあるんですよね。そうだね、正直ちょっとビジネスな時ある、ね、芸人が欲しがってる時はやってあげるみたいな。はちょっとビジネスあるほら。すいません、初めて知った。ちょっとやってもらっちゃってるから。ちょっと張り目に。あ、そうなんだ。そう。そのいろんな人にやられて、こうビジネスでやりたさが溜まってナチュラルが。はい。3回振られたのに4回やってる時がある。そう。ちょっとややこしいね。あ、そうなんだ。森下さんのことは調べてください、これは。調べたら。あ、じゃあ、ちょ、何してんの、おい、おい、ちょ、何してんの。めっちゃ乾いた音で屁こいたの。いや、ウェイじゃねえ。ごまかせないごまかせない。今のは、今の森下さんのウェイじゃなくて、普通の屁のフェイっていうやつが出ました。急に屁したじゃん。いやいや、もう、ね、皆さん、ストレートでなんかすいません、本当に。ちょっとだけ撮らせていただきます。いやね、だから先週は、西本がいない状態だったんですよね、うん、あ、2人で撮って、はい、海野と2人で、うん、大宮の楽屋で撮りまして、うん、だからその日なんでその早い時間にしたかっていうと、もう夜は M1 が見たいからですね、うん、出番終わりね、うん、M1 みんなというか、まあ、それぞれ予定もあるだろうし、だからもう出番前に早めに集まって、うん、3人でこのニューラジオ収録にしたから、はい、撮ろうってなって、そうなんだよね、いざねって言ったらね、いざ来たら、いざいざね来たらね、うん、いや西本がいなくて、ああ西本がいなくてね、うん、そう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 、いやでもそうかそうか、あの時に、まああの時の罰金はまだいただいてないか、いただいてないね、まあルールがありまして、遅刻したら1万ずつ、うん、罰金っていうのは、これも全員だもんね、まあ全員です、まあそれはまあまた、あれスタジオ代をもらった、あ、もらってないよ、うん、まだですね、まだ今年、今月は無理、今月はちょっと無理かもしれない、あ、今月無理か、今月無理なんだ、オッケーオッケーオッケー、まあまあ、結婚してるから、結婚してるからも仕方ない、仕方ない、いやいや、いつでもいいんだけど、はい、もう優しく、うん、すいません、見守るしかない、お金に関してはもう、そうそうそう、ああだこうだ言わないです、そうなんです、まあ、で、まあ、今もね、ちょっと特別出演していただきました、うん、マヂカルラブリーさんが優勝しましたね、はいはい、昨日あのニュースオンエアだったのよ、この前、あ、テレ朝さんの、うん、テレ朝さんの見た、いや俺見てない、見てないでしょ、え、見た、俺はあの見た、あ、見たの、え、撮ってたってこと、撮ってた、あ、そう、うんうん、その、うん、まあ俺ら、うん、まあ、マジラブさんが M1 優勝して、うん、大宮セブン、うん、プラス大宮セブンに関わる人たちみたいな、はいはいはい、その人たちにインタビューするみたいな、そうだね、だから俺らだけじゃないから、うん、まあそんな尺はないだろうなっていう、うんうんうん、けど短かったじゃん、そのインタビュー自体は、実際のね、インタビューもね、うん、その時にみんなちゃんと受け答えしてたよね、合間で、うん、劇場の合間で、うん、だからすごいびっくりする出来事がありまして、何したの？ん？あ、これは爪の間のこのこねつ、爪の間のやつこねてさ、見えないのクッションでこれカバーしながら、マジで、こうやって隠しながらやってた、爪の間のやつこねるなよお前。で、それでインタビューね、マジカルラブリーさん優勝されました、どうでしたか？うん、その瞬間で、うん、まあ、まず海野が、いや本当に村上さんと仲いいんで。涙止まりませんでした、うん、ズバーンって、うん、で僕も小田さんのあの男の涙、あれ若手芸人みんなグッときましたよ、うん、ズバーン、うん、で西本も、いや野田さんとね LINE することなんてないんですけどねって言った瞬間、じゃあ、続いての、質問なんですけども、その何もなかったかのように、うん、次の話題、うん、振られるっていう、うん、で実際昨日のオンエアでは、うん、どうだったの？
上地と西本カットでした。俺もカットかい。俺今西本がバッサリ切られたっていう話だけど、俺もカットされたんかい。上地はうーんとはいしか言ってなかった。おいマジかよ。あじゃあもうまあまあまあこの話なんか全然なんかあれだな。いやいやだからそれ意図は分かんないけど。いやでもすごい急いでたよね、うん、単純にね。その記者さんもなんか次もあるだろうから多分すごい急いでたんですよ。もうその場で編集してやろうみたいな、うん、そうそれだったら最初からね、ちょっと西本さんは大丈夫ですとかね言ってもらえればね、一人ずつに質問とかね、うん、一言ずつ聞けばいいのよ。もうマジで西本はオチがありそうな話してるのに。じゃあ次の質問なんですけど。あ、でもこれに関しては本当にオチがなかったの。あ、オチなかったの。そういや、まあでもいや、でも本当になくていいのよ、全然。いや、でも一緒になって乗っかってその記者の人のこと言ってるけど、うん、俺はね、うん、正直でも良かったなってちょっと、うん、聞いてくれて。そうそうえ、あ、うん、何もなかったの、あの後。あ、さばいてくれてありがとう。ないっていうか、うんそうだね、なんか3人目なのに言うことではないなっていう感じの感じのことだったから。まあまあまあね、まあ、あの人の判断がもしかしたらすごい良かったんですね。このテンションじゃなかったからね、お笑いのテンションというか。いやでもまあ、あんなことあんだなと思って目の前で、うん、誰も突っ込めなかったもんね。えっていう感じになったもんね。なんか突っ込める、なんか突っ込むとかじゃなかったもんね、うん、あ、行くんだ、うん、変わってる人なのかなって、うん、その思う感じ、うんうん、いやそうありがたくて、大宮セブンがそうやってね、フューチャーされて。いや、嬉しい。だからもうちょっとそれはびっくりしたっていう話もあって、うん、だから大宮セブンが、うん、もしくはこうやってどんどんピックアップされるかもしれないじゃん、うんうん、だからこれもう、やばいよ、俺らも頑張ってから。いやいや、そうよ、マジで、うん、その、そう乗っかれるからね、そうそうそう。だから、もしかしたら、ね、そこから何かお仕事いただけるかもしれないじゃん、うん、そこで、いや、大宮セブンこんなもんかいって思われないようにやっぱやんなきゃなって、うん、思いますよ。そうね、確かに、それはそうだわ。そうそう、大宮セブンね。だから、やっぱり今俺はマロンちゃんっていう認識がすごい強いね、やっぱ世間の。あ、まあそうか、すごい強いから、ちょっとやっぱ TikTok とかね、インスタやってても、うん、えこれ、マロンちゃんの中の人だよねってめっちゃ言われる、うんうんうん、コメントでも、うん、やっぱそうじゃなくて、ね、神地ってやっぱ言われるようにさ。ごめん我慢できるだろ、爪の間のやつもコネコネすんのよ。今じゃなくて言わないじゃん。ダメだ、靴下脱いだらダメだ、絶対言っちゃおう。配信中に靴下も脱いだし、ね、いやでもその神地で関してはその一番さ憑依できるキャラがさ、うん、木更津マロンっていうキャラじゃん、握手会の。いや、そうそうそう、うん、だから、それ目的で見に来てるお客さんもいるわけじゃん。います、います、うん、その時にちょっとびっくりされるよね。びっくりされる、その学生コントとか違うキャラのコントやっても。そうそう、俺今日ルミネの、うん、待てよ、お前何どうしたの、怖い靴下怖いわ。いやいや、何え、いやもういこれはいいじゃん。それはさ、もう白白でまだこれはいいじゃない。左右いやいや、ちょっと違う靴下ね。いやまあそりゃそうだけどさ、いや俺が悪いけどさ、これはね俺が悪いけど、でも今日は白白で揃えてきたの、そこだけでも評価しようよ。白白色で揃えてきたのね、今日は。そうそうそう、これはもう本当にだから、これこれ本当に今バレないよ、俺が脱いじゃったのが本当は悪いけど、うん、一旦ね、うん、させたってことでしょ、うん、それはもう申し訳ないんだけど、うん、ちょっと本当に今日はごめん、もうだからもう会うことがもう ないのよ。そのいやいや、合わせろってさ、それであの組み合わないの、合わせれるじゃん。一回ずれたらもう一個ずつずれちゃう。いやいや、そうなのよ。俺もおかしいからもう気になっちゃうの、やれよとか。いやいや、まあまあそうだ、からまあまあそうなんだけど、で拾ったら変な対応されるから。いやいや、変な対応っていうか、だからそれはもうほんとごめん。でもすごい、俺ももやもやしてんのよ、すごい。いや、合わせな、それは。うん、だから合わせろ、ごめん。マジでボケてるつもりないなら合わせな。
脱ぐ系の時は絶対にもうだから合わせてくる、うん、この脱ぐ系っていうか脱ぐ系というか、うん、まあ合わせてほしくはないんだけど合わせてほしくないの、いやいや、そのたまたま会えばいいけどねまあ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 、まあまあ、ちょっと本当ごめんなさい、ちょっと気なっちゃう、これはカットできるんだね、まあまあ収録だから、はい、うん、すいません、ちょっと合わせます、頑張って、うん、ちょっと合わせて、はい、うん、はい、もう何の話だか全然覚えてないな何の話してる、暑いね、何の話だか、だからさ消せないんですよ、あれだよ、あ、すいません、すいません、あ、消せないんですよ、あ、ここ一帯のビルがだからってことですよね、多分ね、暖房が、ね、いや、この部屋だよ、この部屋の暖房だ、なるほど、だからあれだ、マロンちゃんを見に来た人にびっくりされるって話だ、うん、そうだな、ルミネのね、トイレで、うん、小籔さんとなんか一緒に本当全然お話しさせてもらったことないけど、うん、なんかバッタリやった時に、おはようございますって言ったら、うん、声めっちゃ低いやんけって言われて、おおなんかやっぱあのもうすがあの声だと思われてるみたいな、なるほどね、そうそう、やっぱだから でもね、逆にジェラードンからやっぱ入ってくれた人はその、うん、俺この前すごいびっくりしたのがさ、うん、写真撮ってくださいって言われたのよ、うん、声かけられて、うん、で、あのめっちゃ好きですって言われて、うん、あ、じゃあやっぱ若い女の子だったし、うん、マロンちゃんだろうなと思って、うん、ね、こうやってやったのよ、うん、劇場来てたお客さんだ、まあまあまあ、それはそう思うわな、劇場来てたお客さんで、うん、あ、じゃあ、いいっすよっつって、うん、ちょっとこう、サービス失礼しまって、うん、こうやってやってんの、うん、何ですかそれってあ、マロンちゃんは一切知らないの、あの、マロンちゃんですって言ったら、え、何ですかそれって、あの握手会をこう、かいくぐって知ってくれた人も、そりゃそういう人もいるでしょうよ、まあまあ、それは自意識過剰だよ、ね、それは自意識過剰よ、ごめんごめん、本当にそれごめんごめん本当に気持ち悪いよ、それはごめんって言わないでもらえてごめんごめんでもそのイメージ強いと思うよ、本当に、いや、そうそう、なんかね、だからそれをちょっと2021年はちょっと俺は、うん、マロンちゃんのイメージからちょっとジェラーが噛みついてるので、あ、ちゃんと噛みついてる人間を出していきたい、人としてってことね、うん、そう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 、やっぱでも俺のその身内とか親戚も見るわけじゃん、ネタとか全部、うん、やっぱ西本のことは西本って言うけど、うん、上地のことマロンちゃんって言うのみんな、うん、へ、身内でさえもマジで、そっか、マロンちゃんじゃないよ、上地だよって言っても全然ウケないんだけど、うんうん、ウケるウケるあれじゃないけど、いや、でも、何言ってんのっていう声になる、俺が、うん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 、あ、そう、まあ、あのキャラのイメージが強すぎて、あ、西本は五郎さんもあるけど、うん、西本は西本だっていう感じで伝わってるの、なんか見た目で、うん、もう好かれてるからね、フミヤの親にはね、俺ね、まあ、うちの親にはね、そうよね、うん、あ、そう、上地はうちの親にはっていうか母親だね、うん、あの見た目が普通に無理って言ってたから、なんでだよ見た目がブスすぎるってこと、もう面白くてもこんなおかしな顔見たことないって言われてます。いや、ほんとね、前一回名古屋ドームで海野のお母さんに会った時にね、うん、あ、お久しぶりですお母さんって言ってもね、うん、1分ぐらいただ顔だけずっと見つめられるって言ったら全然挨拶も返してくれない。いや、いや、それもおかしいんだけど、いや、違う、俺この前海野のお母さんと電話したんだけど、うん、その、うん、それもおかしいんだけどな、なんか、上地の、上地の顔も普通に本当に気持ち悪いんだって、本当に気持ち悪くて無理だよ、うん、もう単純にだから、それ言ったわ、うん、いや、なんか何が違うんだよ、いや、今すごいソフトな感じしてたからもうこれはリアルにちょっと伝えてあげようと思って、俺何もソフトな感じしてないよ俺結構ハードに言ってる俺はその自分に起きた出来事をただ喋っただけなんで、別にソフトにしようとか思ってなくて、もう本当にでもそれが本当に理由なんで、リアルな電話したもんね、そう、まあ、だから海野のお母さんは俺のことを顔がマジで無理って言ってるでしょ、そうそう、うちのお母さんは海野のことをもう人間的に無理って言ってるそう、なんでくれって言ってんの、いやいや、やべえだろ、だってそのもう何回も話してる、うん、ああ、朝からだから、そうそうそう、まあまあまあそうだよね、そうそうそう、確かにけど俺の方が修復可能じゃん、うん、絶対無理だよ、ほんとにもういや、多分せだからもう本当にもう無理ってなってるってことよ、完全に、何されてる、あの人は怖いって言ってんの、うん、え、怖いって言ってんの、もう怖いっつって、上地のお母さん結構ピュアだから、そのなんでお母さんピュアって、いや、ピュアだよ、そんなガッて言ったらダメよ、わかるじゃん、あの感じわかるけど、うん、やっぱけどお笑い芸人のお母さんよ、
いやいや、芸人に突っ込むぐらいの強さで突っ込んじゃダメよ、うちのお母さん。それはびっくりするよ、田舎のね、すごい、そんなに友達も多い方じゃないと思うよ、うちのお母さん。いや、それ自分、親のことそんなこと言わないでよ。いや、わかんないけど、もうなんかすごいしっとりしたお母さんだから、急に、何すかそれって言われたらびっくりしちゃうから、怖い、あの人ってなって。じゃあそれ直したらまだいけるかもしれないと。まだいけるかもしれない。だってあの一撃だけでしょ、その。いや、そうそうそう。それ以降合ってないからね。一回リベンジさせてほしいな。そこにかできそうだけどね。海のお母さんも一回飲んだ時なんかもう、いい感じになったと思ったんだけどな。いやいや、カミチの歌好きなのよ。え？好きは好きだけど、見た目の話だけ。あ、なるほどね。もう見た目だけが、ね、気持ち悪すぎるんですよ。見た目が本当にもう、ぶっ殺したいぐらい気持ち悪いんですよ。よく話してくれた。真正面で。向かいに座ってたよ、俺、居酒屋で。大丈夫だったかな。だからそれがちょっと受け継がれてるかもしれない。嫌なこと言っちゃうっていう、うちの親からの。ちょっとね、空気読めず言っちゃうっていうのあるかもしれないけど。まあまあまあ、いやでも、もうこれラストニューラジオですか、今年の。あ、今日まさに一人で午前中仕事行ってきて、はい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 、ダゾーンで、まあもともとやべっち FC っていう番組がテレ朝であったでしょ、うんうん、はいはい、それが終わったじゃん、うん、けど、ダゾーンで復活することになって、うんうん、おー、そうなんだ、うん、で、その新春スペシャルの芸人 VS 芸人と、J リーガーの OB ミックスされて、うんうん、それでもうガチサッカー対決やってきた、今日、うんうん、大ゲーム、大ゲーム、すげーじゃん、うん、ちょっと、だから、まあ、かみちはあんま分かんないと思うけど、うん、俺のチームのスタメン聞く、なんでだよ。え、ミックス、ミックスも数々のレジェンドがいっぱいいて、うん、でこっちの芸人いて、うん、全部ミックス、うん、ああそうなんだ、海のチーム、海のチーム教えてよ、もう一発目でビビると思うけど、うん、七海ひろし、うおお、七海ひろし、ミッドフィルダー、うん、福西、おお、ミッドフィルダー、ミッドフィルダー、おお、中田浩二、おお、すごいね、ディフェンダー、わかる、全員日本代表のこと、ちょっとわかんない、わかんない、あ、まあ、まあ知らない、それは仕方ない、そっか、詳しくない、佐藤久人、あ、佐藤久人、はいはいはい、サンフレッチェ広島で、うん、もう得点王、得点王ね、で、平山壮太、おお、あ、それわかる、平山壮太、その今吉本所属だからね、あー、そうなんだ、国見ね、国見、あと駒野、あー、ほんまだ、うん、すごい、そうそう、もう他にもいっぱいいるけど、もういる、あれじゃん、日本代表メンバー、元、もう完全にめっちゃすげえじゃん、ほぼ代表、日本代表メンバーの中に海野がそこに入ってこうやったって、はい、で、はい、うん、で、コンさんがキャプテンで、僕らのチームの、うん、で、七海さんにスタメンどうしますみたいな、七海さんがなんとなくで、あ、じゃあこれでいきましょうって、あ、俺、たまたま水飲んでて、うん、それ、コーヒー見てなかったんだけど、こう飲んでたら、七海さんが、あ、よみちゃん、右サイドバックスタメンだよって言って、え、もう海ちゃんって、はじめましてで挨拶して、うんうんうん、まだ一回も何も会話してないの、うんうんうん、ちゃんと自己紹介、まあ、なんていうんだろう、挨拶しかしてないの。え、名前を覚えた、覚えてくれてたってこと？そう、もうパッて言って、うん、すいません、ジェラードの皆さんお願いしますって言って、うん、お願いしますってなって、うん、で、スタメン発表あって、うんうん、で、芸人、まあこっちが割と OB が多くて、JP が、うんうん、で、芸人は割とサイドに散らばろうって言って、うん、右サイドバックと左サイドバック、うん、で、中央に中田浩二さん、うん、そのセンターバックね、うん、でも、まあ、サッカーやってたら分かると思うけど、うん、左サ、俺が右サイドバックだったんだけど、うん、左サイドで
何か起こってる時に俺は引いてたのマジで、うん、なんかあってカウンター食らうから引いといたんだけど、うん、中田浩二さんが「いや海ちゃんもうちょい前でいい」うんうん、アドバイスくれて中田浩二からうんやばいよ、うん、その感覚なんかもうずっとテレビで見てた選手から「海、うん、ちゃんもうちょい前でいい」「あはい」って言って、うんうん、でボールそこであの左サイドカットして、うん、で中田浩二さんにバックパス来て「海ちゃんもう適当に運んじゃって」っつってパスもらって、うんうん、でもらう、うん、立ち上がる、うん、でボランチに、うん、七海さん、うんうん、で七海さんが「おおすごいわ俺フリー」これめっちゃすごいわマジで。そうこれはまあバスケがその選手田臥とか、うん、あと誰だろう、でも他その日本の選手で例えば代表とかで有名な人とかだとそのいやまあだまさに田臥クラスよ本当に、うん、その今上地が思い浮かぶ、はい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 、その代表選手のまあちょっと前の一世代前ぐらいの代表選手の中に、うんまあ、上地が一緒に入ってどこ周りプレー中見ても昔の黄金時代でやってた代表選手がいて、うん、俺にくれとか言ってる状態、うん、やばいねやばいマジで、うん、激ヤバだな。もうゲームに入った感じ、その自分のエリート選手で。ああすごいね。その中に入って海野はどうだったの、活躍的にはできたの、うん、めっちゃ普通。ああああ、ね、でも、うん、まあでもそらそうなるわ、まあ、逆にでも普通にできたのはすごいんじゃないのこれ。どう、うん、まあそうだね、そんだけのレジェンドの中で。いやもう本当にもう普通のインサイドパス、その普通のパスね、うん、厚みがもう違うよ、その普段フットサルやってるけど、うまいなと思ってるけど、プロの普通のパスがもう、あお疲れ様です、お疲れ様です、あっまずい、あ、いや、全然ないです、全然ないです、あ、大丈夫です、はい、あ、撮っておりますけど、あ、撮ってるんですか、あ、大丈夫です、あ、もうレベルが違う、全然、あ、あ、なるほど、へぇ、いい ね、夢のような。いや、マジでやばい、もう、うん、そのまあ、来年公開だから、うん、公開っていう言い方、来年公開どういうこと、来年オンエアだから、ああ中身はあんま言えないけど、そういうことね。いや、そんな夢のような、うん、その出来事がそれお仕事としてできるって、そうそう最高やん、まあ、まず矢部さんと会えるっていうのもね、もちろん、まあそうか、うん、まあ随分前に1回会ったぐらいから、うん、2回かぐるなりの面白さ覚えてたからねって思う、覚えてた、マジで面白そう、いや、おおおお、うれしい、すげえなって思っといたよな、やっぱ覚えてくれてたんだ、うん、ジェラガドンっていうか、あ、面白そうっていう記憶で見た感じで、うん、うわぁ、嬉しいなぁ、やっぱめちゃイケ世代だからね、うん、ちょっとそこぞ、いや、よかったね、それでね、もう、この思い出が芸人やめれるね、もうこれ、ね、なんでだよもうそれはサッカー選手のやつだよかったね、佐藤久人とか、ああ佐藤久人ね、前回なんか、うん、そのフットサルかなんかのイベントの時、俺も行った時は ZOZO タウンカップ、ね、ZOZO タウンカップか、うん、その時は本田圭佑とすごっ、もうすごかったよ、本気のちょい、まあ6割ぐらいのパワー出してる本田圭佑は、もうそれでももう誰も止められないんだから、止められないね、もう3人ぐらい行ってるけど、もう本田圭佑 1人で3人こう押さえて軽く柱ってパンとやる、うん、周りはもうほぼアマチュアだけど、まあもうほぼプロに近いフットサルのプレイヤーばっかだけど、そう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 、で俺はその大会で、まあ、こうペレの格好して行ってたんだけど、まあほぼにぎやかしみたいな感じでやってるけど、うん、それね、俺も本田圭佑と一緒にプレーしたかったんだけど、うん、あのラブミードゥさんが試合勝ちたすぎて一切試合に出してくれないずっとベンチで俺は、うん、だからちょっと声張り上げてたけど、占い芸人のラブミードゥさんが最後の方の PK の時にもう負け決定した時に出してくれたかな、うん、いいやってなった、うん、決定した時に、うん、もうこれ勝てねえなってなった時に、じゃあ西本君行けみたいな、うん、で最後の最後にちょっと出て、あのボール蹴らずにゴールに行く
突っ込むっていうボケをしたの走っててわーって言ってわーとかってやったら、うん、それでゴールがこう倒れちゃったのよガーンってまあ走りすぎてねそうそう、そう、それで音が結構なんかねちょっと怖い音だったんだよなそうちょっと危なめの音危なめの音っていうかまあ引く音ってあるじゃん、うん、あ、え、大丈夫っていうそう、その音が鳴っちゃって全然すごい嫌な空気あって、うん、やっと西本出たのに、うんそうね、名場面で何してんだよ、あいつっていう感じで終わりましたよいや、めっちゃ嫌な思い出じゃんいや、その後でもみんな笑ってるよね、後々、まあ、いや、まあ、それはね、うん、その芸人は笑うけど、多分他の人もめっちゃ心配してたと思う、まあ、ちょっとね、大丈夫ですかって無茶したんだなっていうのが伝わっちゃったんだろうねいやだからその時に本当に申し訳ないという気持ちで、うん、ラミー・ドゥさんがアタック西本っていう名前いや、違う、関係ないその時もアタックしてんだけどねあ、それから来たのかな違う、ゴールに突っ込んだの見て違う、アタック西本が降りてきたんじゃないラブミーデューさん違う、ちゃんと調べてナナミさんがこっちのチーム、うん、相手チームにも芸人もちろんいるから、うんうんうん、空気階段の塊がいたのよ、うん、で、試合終わった後にまあ喋ってて、塊と、うん、皆さんちょっともう興奮しますって、うん、どうしたのナナミさんに話しかけられましたうん、なんてって言ったら奈々美さんがもう普通にパッて来て試合終わりに、うん、君サッカーうまいねって言われてらっしゃるうーわへぇめちゃくちゃ嬉しいっすよやばマジ嬉しいなやばいねやば塊サッカーできるんだね塊めっちゃうまいかあ、そうそうなのわ、意外ピルロみたいな感じあーあ、じゃあピルロのフリーキックいやあのとスルーパスイニエスタだと分かりやすく言えばまあイニエスタあなるほどねすごいじゃん、うん、テンポも決めれるしバスケで言えば河村君みたいなことめっちゃすげえじゃん、うん、のタイプあええー、あそうなんだねめっちゃうまかった意外めちゃそこが意外だわその話を聞いたキョンが一回ナナミさんを抜いたのよそう試合中に、うん、そしたらナナミさんが縮小って僕は言われましたよじゃあ嘘だろ絶対それは嘘だ絶対言ってないよ現役思い出そうって言ってました嘘つけでも俺一回その女子の選手だけど、うん、大賀さんっていう、うん、あのポイントガードの人ポイントガードの反発の、うん、もう日本で一番うまいって言われてた人なんだけど、うんうん、その人とあの対戦したことあるえマンそのマンマークってことその俺がいつも行ってるバスケに、うん、大賀さんが来て、うん、でマジでその日人数少なくて、うん、もうずっと 3on3 みたいな3時間でポジション的に俺と大賀さんがずっとマッチアップみたいな、うんうん、でその日めっちゃ調子よかったの俺は、うんうん、3決めまくって、うん、でいやカンジーさんマジっすかってめっちゃすごいっすねって言ってくれて、うん彼のその何ヶ月後かに仕事で 3on3 のイベントに行って芸人チームで出たの、うん、で俺が全然入んなかったああその時と比べてってことそうで相手大川さんいて、うん、でもまあすみませんありがとうございましたっつって、うん、今日全然ダメでしたって言って、うん、でも写真も撮ってもらって俺がツイッターにね、うん、いや夢のような時間でしたみたいな、うんうん、ただ全然シュート入んなかったです、うん、みたいなツイートしたら、うん、大和さんの引用で、うん、私は上地さんの実力知ってるんで全然気にしないでくださいみたいなやばっめっちゃ嬉しかったよそれは嬉しいわあれ、たまんなかったなはぁ、いいね、嬉しいよだからそうやってスポーツ極めてたらそうやってプロの人にいてもらえる職業なんだね俺はもう無理だから俺はいやでも、西本はあれじゃん、最近その絵のすごい好きな人に描いてもらったりとか、あのイラストレーター、うん、自分のキャラをね、うん、寿司さんね、うん、ああ確かにそういう感覚だと思う、まあ、まあ確かにサッカーでは多分二度とないと思うけど二度とないよもう二度とないだってフィールドでだって学生時代やってないからね俺はでもキーパーもねいやキーパーいやキーパーやってたけど、うん第4ゴールキーパーで、あの第3ゴールキーパーの1個目のしげる君とずっと俺もやりすぎてたしげる君と本当に端っこ、ずっと端っこでやってたんだよ、2人で試合出ることないのに、ね、こん切なくない試合出ないんだ
出ないのもう分かってんだよ、うん、えしみんなが試合やってる時にアップアップがてらってこと、あそれもそれ試合の日もやるし、で練習の時も基本は AB チームで、 AB チームでその紅白戦みたいな練習するじゃん、ね、普通のサッカーのコートを俺らは使うけど、その CD チームはハンドボールのコートを使ったり、いやハンドボールのコートも使わせてもらってない、ハンドボールコートのんとなんかこう境目だったの、境目こっちここ言ってカーテンみたいなネットがあって、そこのもう端っこ、本当にここでえいっつって、違う子こうなんだけど投げてくれて、えいっつって投げてくれて、で俺がゲバーっつってこれ、ね、やるのをずっとここでやってる。でもこの A と B の試合には俺は出れない。悲しいな。そう、たまに時間がある時はそのまあここの A と B にも出れないちょっとあぶれた選手だが、その監督も出たやりたくなるのよ、見てるとサッカー好きだから、まあね、だからそう自分のなんかオリジナルの雑魚チームを作って、うん、ここに入ってやる試合は出てる、うん、そこにじゃあしげる出るか、うん、西本出るかって言ってそうね、そうしげる君見ててくれたらめっちゃ嬉しいけどな、いやいやしげる君は、いや大丈夫ですか？いや絶対やばいです。普通にもう通ってもらって大丈夫ですか？またいや通るかーい。パンセか。通るかーいパンセか。ブイ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 。海の城ブイ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 海の城。海の城です。神神肝。お前肝って。シンプル肝。西本は。なんだやばいやばいやばい、いやいや今のテンポで言ってください本当にやばいみたいな言い方でやめてください、いけそうだったのに邪魔してすみません、いやいやいや、はい、もうでも終わりです、はい、またじゃあ来週もお会いしましょう、はい、以上ジェラードのニューラジオでした、ありがとうございました、じゃあどうも来年かもう来年だね、よいよとしよう、よいよとしよう、お願いします、さよならさよならって感じ、やべえいや指生々しいから、痛そう、ちょっと生々しいからそれやめて大丈夫、綺麗変えたばっかだからさっき関西、これがチャンピオンの姿です、今まで通りだわえうなんか来た、えうわジェラードンチャンネルだ、押し通る、なんだあいつ。